現代社会の知識ゼロからセンター7割5分8割を目指す勉強法。今日は一番参考書をお勧めします。決めるセンター現代社会という参考書です。まずこの参考書で知識をインプットしていくということを集中的にやっていきましょう。でこちらの参考書はですね、全体で5章のね、章立てになっています。でそれぞれの章に対してどのように勉強していくのかっていうことをお伝えしていきたいと思いますが、どの章も勉強の仕方は一緒ですので、じゃあ第1章をね、事例に勉強法をお伝えしていきたいなというふうに思います。こちらの参考書はですね、最初にここの解説がありまして、で例題が続くという構成になっています。最初はここをですね、3回ぐらい読んで理解してください。ちょうどね、例題の前までを読んでいくと、これを3回読んでいくことをやってください。その後に赤シートで隠して、まあ、この表もね、ちゃんと自分での口で言えるように、書かなくていいです。自分の口で言えるようになったらいいです。まあ、こうやって隠して覚えていくと、ね、もちろん1回ねやっただけじゃ覚えられませんが、とにかく少しでも頭の中に脳みそに入ったらもうそれで OK としてください。あとはこれをね、ひたすら5、6回繰り返していただくと頭の中に入っていきます。表だと、まあ、こうやって隠して、表のところはこの赤シートで消えた空欄の部分がちゃんと言えるかどうか、言えるまでこうやって見て繰り返すと。でこういうカタカナのね、言葉で覚えにくいものは声に出して読み続けていけばだんだん馴染みが出てきますから、そうするとすごく覚えやすくなってきます。でですね、まあ、インプットが終わったらこの例題をですね、自分の力でまず解いてみてください。そして回答を確認して理解を深めていくと。でこの回答の中でも赤字の部分が、ね、あるんで、ちゃんとね、隠して言えるかどうかっていうのをやってください。で間違えた場合は再度解き直してですね、きちんと正しく解けるようになったら次の例題に行くと、そういう勉強法をしてください。でこれが終わったらまた次のね、テーマの読み込みをやってください。3回読んで、そして隠して覚えていくと。でその後また例題を解いて確認していくと、こういう勉強法を続けていけば大丈夫です。この一冊やりきるだけで現代社会、まあ、6割はね取れますが、もう少しね安定的に取っていくために次の参考書を紹介していきます。ご視聴いただきありがとうございます。